はい、こんにちは、団長です。今日は2020年8月26日水曜日です。今日も団長ニュースの方をお送りしていきたいと思います。はい、日経平均株価は4営業日ぶりに小反落し、前日比5円91銭安の23,290円で終えたということで、前日に300円高の急ピッチで上昇したため、目先の利確が出たということなんですが、まあ、依然ですね、23,000、ここの節目の23,000の上の推移で、かつ今日は約6円の小幅な下落でしたので、はい、底堅いのかなというような感じがしました。利確売りが出たということなんですが、まあ、逆に下支えもしっかりされているというような局面となりましたので、引き続き上昇傾向にあるかなと思っています。チャートで見ますと、下から紫、青、緑、赤の綺麗なパンパカパンをまだ維持してますので、引き続き上昇局面で見ていっていいかなと思いました。はい、ということなので、今日は、昨日おとついはパンパカパンの強い銘柄のご紹介でしたが、今日はですね、少し下落してしまって再度、強いパンパカパンに復活してくれるような期待の持てる銘柄を、ご紹介していきたいなと思いました。はい、では早速個別銘柄に入る前なんですが、昨日もですね、リツイート、団長のツイッターにリツイートいただける方も、たくさんいました。で、チャンネル登録をしていただける方も非常に増えております。本当にありがとうございます。引き続きですね、ぜひとも、Twitter のリツイート、YouTube のいいねボタンと、チャンネル登録、またはですね、たくさんのコメントお待ちしてますので、何卒よろしくお願いします。はい、では早速個別銘柄いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄はソニーですね。ソニーは、この時点ですね、高値が、8月17日の月曜日、この、金曜日、8月14日の金曜日、17日の月曜日で高値をつけて、そこから下落してますね。上から数えると1、2、3、4、5、6というところで下落があったんですが、この先週の金曜日を境目に、今日月曜日ですね、月、火、水と順調な形で上昇をまたし始めていっています。ということは、一旦ここがそこで、下値ですね、下値の切り上がりで、一度赤と緑が、入れ替わってしまって、パンパカパンがここで終わったんですが、ここですね、今日の時点で、下半身ついてます。で、緑の上で、かつ節目の8500円、価格の節目の8500円も抜いてきたということで、この後ですね、再度パンパカパンに復活してくれることが、ちょっと望めるかなというような強いチャートでした。ソニーについては、下からこの辺りですね、ここから始まって一旦上昇して、ここで1回下落してますね。で、2回目ということで、今緑の下に潜ってしまったというところなんですが、なかなか今すぐエントリーとはいかないかもしれませんが、引き続き、日経平均がですね、上昇してこれば、この銘柄もついて、追随してくれるかなと思いました。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は NEC ですね。NEC の頂点は価格の節目、これは分かりやすい節目でしたね。6000円が上限となって、その後下落を開始したというところなんですが、青の60日線でサポートされて再度上昇してきているというような局面になってます。で、今日のポイントとしては、この緑と赤がクロスして再度パンパカパン復活というところまで来てます。ただし、 NEC については1、2、3、4、5、5日連続で陰線なんですね。陰線ながらも価格が上がっていくというところで、少し気持ち悪い形なんですが、明日ここで陽線つけてくれると、綺麗なパンパカパン復活になってきてくれるかなというような期待のしたい銘柄ですね。NEC についても下からパンパカパンで上がっていって、ここですね、ここからがパンパカパンスタートなので、ここから見るとまだ下落、緑と赤がクロスしたのは1回だけということですね。で、これしっかりサポートしてくれてますので、引き続きこれ復活してくれるかなと期待していきたいと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は小野薬品ですね。小野薬品はここが頂点ですね。上が8月の21日の金曜日でした。で、金曜日から1、2、3、4というような形の下落をしてますので、この小野薬品はもしかしたらもう少し下落してくるかもしれません。ただ、まだ1、2、3、4日でこの辺りなので、5、6、7、8ぐらいで
緑にサポートされて、そこから反転して、再度、この物別れですね、相葉先生の物別れで綺麗なパンパカパンを再度描いてくれるかなというような局面になっているかと思います。なのでここはまだエントリーポイントではありませんが、小野薬品については、今週、来週にかけて、しっかり、毎日株価を追いかける必要が出てきているかなと思います。どこかで陽線がついて、反転すれば、そこはエントリーポイントになってくるかなと思いました。週足で見てみますと、週足こういう形ですね。上昇して一旦揉んだんですが、再度抜けて、上髭で陰線という形になってますので、これが陽陰陽で上がっていってくれると強くなってくるかなと期待したいと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はイオンですね。イオンについてはずっと上がってきました。団長は確かこの辺りでエントリーしたかと思います。でずっと上昇取れてたんですが、この陰線2つ目のここですね、完全に5日平均線、赤の5日平均を陰線で割り込んで、かつ陰線2日連続というところで1回手締まりしました。でこの後様子見ておくと、今日ですね、一気に陰線つけてしまったというところです。ということで、こちらも先ほどの銘柄と同じように、緑に次サポートされて、再度下半身がつけば、パンパカパン復活というような形になってくるかなと思いますね。ということで、これは、木曜日、金曜日、様子を見て、月曜日、来週からですね、またエントリーできていくような銘柄になるかなと思いました。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はセリアですね。セリアも分かりやすいですね。5000円の節目に当たって、利確が出て陰線つけて、今日も、陰線をつけたというような局面になってます。でこれのすごいのはここが下値ですね。下値から数えていくと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ということで、相葉先生の23の法則の直前で崩れたというところになってますね。この、パンパカパンですね、取れてる方は、まあ、今日ですね、一旦利確しなきゃいけない場所だったのかなと思います。でここのセリアについても緑で次もう一度サポートされると買い場ですね、買い場になってきて、緑でサポートされてかつ赤の上の下半身がポコッとついてくると、また非常にやりやすいトレードの局面になってくるかなと思いました。こういうイメージですね。前のところで言うと、ここも分かりやすい4500円で1回売りが出て、でその後下落するかなと思ったら下半身ついて4500円もう一度トライして、抜けていったというところになりますので、5000円の節目でもやはり陰線をつけるというような同じようなことが、繰り返されているかなと思いました。ということで、もう一度復活するんであれば、緑の上で下半身が発生するところが狙い目になってくるかなと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はヤマトホールディングスですね。ヤマトホールディングスは、以前の団長ニュースでもお伝えした通り、団長はここでエントリーしました。この時点では非常に強かったんですね。いい調子で抜けたと。この形ですね、横ばって、抜けたというところで団長はエントリーしてます。で残念なことにこれはですねダメだったんですね。この辺りで切ったと思います。ということで赤の下に実体で陰線がついたというところで一旦団長は撤退して、その後ずっと観察銘柄に入れてますね。ずっと横ばってるんですね。これで上がったかなと思ったらまたダメで、下がるかなと思ったらまた上がってきてという形で完全に横ばってますので、これも2800円のこの価格の節目のところで完全に抑えられているというような場所ですね。ということはこれがもう一度陽線につけば再度上昇してですね、このパンパカパンになってくれるかなと思いますね。この緑赤の上での下半身がついけば、団長の検証動画第2弾でのお送りしている下から緑赤での下半身という高確率なポイントになってくるかと思いますので、これも引き続き観察銘柄に入れていきたいと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は JXTG ですね。 JXTG はそこをこうですね、底張ってきてるんですね。上から紫青がずっと下がってきて、これをちょっと見ますと
こういう形ですね。この辺りが頂点でした。2000年の今年の1月8日が頂点で、そこからずっと下げて、これコロナショックですね。3月の19日が底値で、そこから復活しようとしているんですが、なかなか横ばっているというところですね。で、それをやってる間に紫と青がどん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 下げてきて、今間もなくここで抜けたというところになってます。で、これのいいところは1回抜けてここで休憩してるんですね。1波2波で3波というところかなと思います。下から数えると1、2、3、4、5、6、7、8、9で、その後横ばいで下げたんですが、今日下半身ついたというところなので、これはもしかしたら、この後ですね、パンパカパンに、変わっていくような銘柄になってくるかと思います。今の時点でも紫、青、緑、赤、一応形としては、パンパカパンの順番ですねになって、一回出て休憩して次入ってくるというような形になってますので、これはですね、懸案がこの前の高値ですね、まだ抜けてませんので、この懸案の高値を抜いてくるとちょっと強い展開に変わってきてくれるのかなと思います。はい、週足で見てみますと、まだ上に紫青がいますので、引き続き警戒は必要なんですが、もう少しですね、なんとかこの辺りは底張ってきたかなというような形に見えます。はい、日足ですね。ということで、明日、明後日、もう少し陽線陽線とついてこれば、これも強くなってくる銘柄かなと思いましたので、日々観察していきたい銘柄に入れたいと思います。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は中外製薬ですね。中外製薬はちょっとやばいんですね。ここなんですが、紫の下で割れてます。で、ここ2回目、3回目、で、今日4回目、5回目と、確実に紫の下で、価格が推移し始めてきてますね。これはもしかしたらいずれどこかでズドンと落ちてしまうような非常に危ないところにいると思います。100日線ですね。過去100日で買った平均線を割り込みそうなので、今ですね、上昇局面にいる銘柄が多いので、一旦中外製薬を売って、調子のいい銘柄に変えていこうという人がですね、個人トレーダーで増えてきているのではないかなと思います。なので、元気のない中外製薬を一旦売って、元気のあるパンパカパンに変えていくというような人が増えてくると、これは一気に下げてしまうかなと思いますね。ずっと強かったです。強くてトレンドフォローしてた方が、ここで売り始めてますね。上から数えて1周目、2週目、3週目、4週目、5週目、6、7、8、9というところまで来てますので、この後一気に下げてしまうと、値崩れを起こしそうな雰囲気が出てきています。はい、ということで、これも、今日が一応逆下半身ついてますので、このまま下げていってしまうと非常に怖い。ここに全く何もない状況になってますので、一気に下げてきてしまうと思いました。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はモノタロウですね。モノタロウもコロナショックのところはですね、ここから強かったんですね。ここの底が3月17日です。日経平均と同じところで、そこからスタートして一気に一回盛り上げて、ここ分かりやすいですね。上げて、下げた後緑にサポートされて上昇していったと。このあたりはここの形で見ると、先ほど団長がご紹介したような銘柄と同じですね。一回上がって、下がって、赤がサポートして、緑とサポートして、陽線つけて、ここから用意どんで、ずーっと上昇してきました。で、コロナ明けからですね、ずーっと上げてってるんですね。で、上げてったんですが、このあたりからちょっと横ばり始めて、こういう形ですね。ちょっと横ばって、なんとか我慢してたんですが、この時点、8月の5日で大陰線つけてしまい、ここからパンパカパンが終わってしまったと。ここですね、厳密に言うとここがパンパカパンの終焉でしたね。で、この辺りはもう一度復活したんですが、一気に前の高値で、売りを浴びせられてしまって、もう今まで持ってた人のを、大半の方がですね、一気に売り浴びせたという形で大陰線つけました。で、その後一回青を割ってしまって、再度上昇してるんですが、今日また青の60日平均線を割ってしまったというところまで来てますので、
ここについてはこの辺りで持ってる人がもうそろそろかなというところで、モノタロウを売り利確しているような局面になってきてるかなと思います。ということで、この時点で言うと、昨日の陰線で今日の陰線で、緑赤での逆下半身かつ、青割れしてますので、ここは数日下落していく可能性は高いですね。ただしその後にまだ下に紫がいますので、紫のどこかでサポートされて再度上昇していくかもしれないというような局面になってますので、これも非常に今後の株価を占うですね、分岐点になってくるような銘柄かと思いました。はい、以上の銘柄が2020年8月26日、団長が気になる注目銘柄ですね、となりました。今日の時点では、要観察したい銘柄ですね。要観察銘柄をたくさんピックアップさせていただいたと思います。まずはソニー、ソニーですね。ソニーは今日下半身つけましたということでした。で、NEC は、明日下半身つけると、パンパカパン復活というところです。小野薬品については、これ下落していってしまって、どこか緑にサポートされると、またエントリーポイントが来るかなと思いました。イオンについては、横ばってしまって、この2700円の価格の節目で、今日逆下半身をつけたというところかと思います。で、セリアについては、5000円の価格の節目で陰線をつけて、今日も陰線をつけたというところで、どこか緑に当たるところまで下落した後にもう一度復活してほしいなというような銘柄でした。で、ヤマトについてはずっと横ばってますので、いつか必ずどちらかに触れるだろうということで、できればですね、これは上昇にもう一度触れてもらいたいんですが、まあ、そういったような銘柄になります。 JXTG についてはここですね、ずっと下げたきたところから一回上がって少し休憩した後の今日下半身というところなので、今後強くなってくるかなと思いました。で、中外製薬については、ずっとですね、ここ横ばってるんですが、紫の下で価格が推移していると、どこかで、ズドンと下がってしまうのかなと思いましたね。で、モノタロウについては今日、60日線の下に、陰線でつけてしまった。で、または、緑赤の下での逆下半身というような局面になっているということでした。はい、以上の銘柄が今日の団長の気になる銘柄になるんですが、最後までご視聴していただきまして本当にありがとうございます。毎日ですね、いいねボタンを押していただける方本当にありがとうございます。非常に感謝してます。まだチャンネル登録していただいてない方、ぜひワンクリックでいいので、登録ボタンを押していただけると団長の非常にモチベーションとなりますので、毎日申し訳ないんですが何卒よろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。